ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海のものです。だがな、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。
この肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。あら、ここ風が気持ちいいわね。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か？また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。威勢が良さそうね。
今がチャンスだよ。勝ち。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な。これでどうだ。やるか。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。かかってきやがる。よし、行け。戻ってきた。俺がキャプテンウソップだ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すという。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがある。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い、前にどこかで。ちょっと見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか？ブーイ！
何でもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。から抜け出たキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋まさか崩れたりしねえよな。探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。あなたたち、覚悟はいいかしら。仲間に手出すな。さあガツンとかますわよ。
刀の旅にしてやる。面白くなってきたわね。やっと俺の出番か。粋なことするじゃねえか。俺は諦めねえぞ。やってやろうじゃない。任せて。マナーがなってねえの。俺の仲間に手出すな。ギョロほった。そっちか。刀の旅にしてやる。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんとあん、俺は強くなら…力が戻ってくるのがわかるわ。私の成長は少し強くなったぞ。力が戻って…モーケンさん、島…キロです。あの島…の…ここ止めろ。なんでだよ、上陸し…島に近づ…嵐…黙って闘病し監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。お、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？
っとっと。ちゃんと伸びるな。修行の成果が出て、クソジジイの蹴りに。私の予報はみんなの役成長。来やがる。来いよ。切られる覚悟があるならな。やっと俺の出番か。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。俺に任せろ。これで最後だ。
が待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。なめんじゃねえ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。天候の任せて。こんな。おら。夢かな。世界。修行の成果が出てきた。私の。なんだ。どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。いたー。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。俺に任せろ。さて。うれ。一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってやがる。よし。やるか。はっ。レディーが待ってるっていうのに。おりゃ。天候任せて。おれ。天候。俺は。
れてるな。ああ、数も多い。何かいるのか、こんなところに。私だってやるときはやるんだから。こんなところでレディーが待ってるっていうのに、まったく嫌。はあ、情けない姿を見せちまったな。ゴムゴムの粋なことするじゃねえか。任せて。俺がいる限り行くぞ。どけ。ナミさん、マナーがなってねえの。さ、ディン。お、力が戻ってきた。少しか。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。ルイ、てめえらがずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。ぶっ飛ばしてやる。その程度か。おい、お前
下ろしちまうぞ。バースコート。効かねえな。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。肩慣らしといくか。そっちか。鬼チョッパ、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれ。シッシッシー、暴れるぞ。よし、うりゃあ。に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったよな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。
ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。暴れるぞ。ぶっ飛ばす。ディュコックにし、マナー違反は見逃せぬ。ぶった切る。行くぞ。私の番任せて。ちょっと黙ってて。
足元の板は階段か？しかしこの島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ははは、前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ？直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ？確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか？お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの？これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。まっ、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか？そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた？そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。
流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。